はい、どうもー、わったい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 、はい、楽しみにしてご飯の時間ですよ。ということで出来上がりました。いや、今日のはすごいです。今日のはすごいですね。こちらでございます。茄子たっぷり、小松菜、鶏肉、なんだっけ、エリンギのファージャオラージャン、ファージャオラージャン炒め丼でございます。食べながらいろいろと説明をしていきたいと思います。いつも通りやっていきます。よろしくお願いします。あー、いいね、いいですね。辛みもちょうどいいと思います。辛みもちょうどいいと思います。レモン絞ります。しゃあ、いってくれ、いってください、いってください。ちょっと混ざってください。おー、よーし、今日のシュワシュワ加減はどんぐらいかな。楽しみだね、こっちも。はい、いきますよ。はい、乾杯、乾杯、乾杯。いやー、辛すぎる。こうしたら辛すぎる感じがする。まあ、いいか。うし。最高です。改めましていただきます。よし、これはね、何でしたっけ。食べながら説明します。冷凍しておった鶏肉、ファージャーラージャーの色が綺麗についてあります。いいぞ、いいぞ。どうにもごま、あ、しまった、トマトから食べるの忘れてました。うん、もう全部赤くて全然わけわかんないでしょうけど、うん、酸味が、このトマトは酸味が効いておって非常に美味しいです。あ、人参、人参も入ってました。さっきの忘れてたよね。うん、いいね。こんぐらい酸味があるのも好きですよ。トマトは好きです。トマトも好きです。茄子がたっぷりと、たっぷりと油を吸っておるはずです。いい香りです。うん、素晴らしいね。あ、辛いね。うん、ちょうどいい辛み、ちょうどいい辛み。うん、今日は作りながらね、なんいいな、いや、深みがあるな、素晴らしいね。マーシャージャン、マーシャージャンも入れました。今日の作ってる動画ぜひ見てくださいね。今日の作ってる動画ぜひ。久しぶりにキジマが作ってる最中にこんなに熟考、調香した、本当にこれはもう本当に久しぶりです。もしかしたら初めてかもしれん。もしかしたらですよ。昔なら、うん、こんぐらい厚いのがいいんだ。非常にしっとり、おいしい、おいしい。もうちょっと前はこんな考えなかった。なんでかって量の問題、しょっちゅう多すぎるな。ちょっとこれもう
お腹いっぱいになりすぎるわっていう風な食べれる量が年齢とともに減ってきて衰えてきてるね。そう、それでパンパンになるからってことでやりすぎてさ、大変なことあるんですよ。だからっつってこう作りすぎたから、ああしまった、もうじゃあお米半分、最初に重たのの半分だとかそういうことが多いから、今日はお米が半分ならないように、これだと多いかな、絶対多いよな、食べきれなくなっちゃうな、これお米半分にしたくないなというふうにして、ああ欲しい、ちょっとずつちょっとずつこうしてこうしてやってる動画、ぜひご覧になってください。うん、米と合う。うん、エリンギもいい。あー、エリンギもいい。あー、エリンギすごいいい。いい香り。じわっと。ああ。エリンギからじわっと出てくる。うん、やっぱナスっていうのはほんと油とよく合うね。ナスは油とよく合う。うん、最高だ。仲いいな、うんこ。ナスと油は仲がいい。めちゃめちゃ仲良し。仲良し小良しです。最高です。この間僕が歩いてる時、犬の散歩をしている、お父さん、お父さんも先輩、まあ60か70ぐらいのお父さん、まあ僕よりも先輩、全然先輩ですよ、全然っていうかずっとっていうかだいぶっていうか、いやそう60、70つってももうそんなでもないか、たった20、30ぐらいの差か、そこまでじゃないんだ、もう木島も年取ったから。犬の散歩をしとったんですよ、その方が。全く面識ないですよ、見知らぬ方ですよ、初めてすれ違った方ですけど、その方が犬に対してね、蹴っ飛ばしたりとか殴ったりはしてないけど、何やってんだバカ野郎、早くしろ、何やってんだおめえはよ、たらくつ、なんちゃかなんちゃかかんちゃかなんちゃかかんちゃかで、もうちょっと早くして分かんなかったんだけど、なんとかしてんじゃねえぞこれ、何やってんだこれ、早くしろこのボケっつって、もう罵声をね浴びせばまくってるわけですよ、犬に対して。犬がなんか草むらの方に行ってなんかこんなこんなしてやってる、とっととしろっつってんだろこの野郎、結構な剣幕で、 もっと大声ですよ、もちろんもっとこうあれあげて、今僕はそんな大声出せないからと思ってやってないけど、結構な感じでやっていて、うわそんなんね、大声で怒鳴ったりとかさしなくていいじゃないの、かわいそうにと思って見たんだけど、決してこのリードっていうか首をガンガンで引っ張るとか蹴っ飛ばすとかそういうことではないんですよ、ちゃんと緩めて、まあ、僕がたまたま見てるその時だけすげえ垂れてきたの、その
もしかしたら引っ張ってない、優しくしてたかもしんないし、また逆に、逆でもないけど、僕が見てるその瞬間だけその声を荒げたりするっていうことがあるのかもしれない。普段がどっちか僕には全くわからないけど、口ではすっごいそんな汚い言葉をたくさん吐いて大声で怒鳴ってやってるけど、引っ張ったりとかなんかそういうことも全くしない。優しいのか怖いのか全然わかんないな、わかんない。コンビだな、この人たちは仲いいのかな、それとも仲悪いのか。散歩に連れてってあげてるだけでもうね、すでに仲いい感じもするし、アルバイトかもしんないし、奥様か娘さんかに言われて、いやいや出てきてるかもしんないし、僕には全く分かんないから何の判断もできない、全く分からない。ただその瞬間大声で怒鳴ってたという事実、それだけしか僕には分からないんだけど、何の話ですかこれ。ああこれ何の話ですか、何の話だったっけ。うん、仲良しか、パラダル仲良しの話です。あ、油とナス、うん、そう、それで思い出したんだ。そういうコンビがいました。仲がいいのか悪いのか分かんないコンビ。仲良かったらいいな。言葉は通じなくても長く一緒にいれば、犬との関係の話よ。表情とかわかるはずですからね。犬がわかるような話ですよ。なんとなく、だからその長く一緒にいたかどういるかどうかもわかんないからさ、僕には。さっきも言ったようにアルバイトかもしれないし。ああ、いいぞこれ。体温上がってます。ホワジャーラージャン、塩コショウ、醤油、それだけじゃなくてやっぱ、あ、ウェイパーも入れた、甜麺醤、甜麺醤じゃない、マーシャージャン、ごめんなさい間違えました、マーシャージャン、マーシャージャンによって非常に深みが、旨味が増して、いや最高ですよ。ぜひ作ってる動画見てみてください。うん、あのスライドした子たちをどのようにフィカそうか、まだ考えてません。考えてないから決めてもない。うん、うん、明日の朝かな、明日の夜、あ、そういう手もあるな。明日の夜はないか。まあごめんなさい、僕の中での勝手な話です。
ちょっと考えて何かやろう。よっしゃ、いや野菜も肉も米も油も、あしっかり取りました。あ大満足、鶏肉、いろんなの、鶏肉、いろんなの、ファージャオラージャン、マージャージャン、炒め丼、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、頑張っちゃうと。